とか。え、何？え、何？なんかあったっけ？いや、裏段？え、裏段？え、裏段っすか？あれ？おかしいっすね。なんか、地獄の帝王って書いてあるんですけど、あれおかしいっすね。え、いや、え、あれクリアした後ですよね、それ。裏段っすよね。記憶失った、あ、はい。え？裏段あんの？え？このゲーム裏段あったん？え？なんで裏段あんの？いやー、ちょっとね、不意打ちすぎる気がするんですけど、まあ、エスタークっていうのは相手は分かってます。地獄のテーマなんでね。打撃はちょっと通りづらいんで、まあ、ここはね、呪文でいきたいと思います。魔法使いでいきますよ。オトマ、ダッシュランとリザードマンでございます。まあ、打撃対戦は両方ありますんでね。ただ、待って、エスターク！なんか過去に嫌な思い出があるんだけど。いや、もう、え、6500?6500? ちょっと待って、嘘でしょ？え、嘘でしょ？あ、え、え、赤目？え、赤目？嘘でしょ？え、嘘でしょ？すいません、赤目っす。え、ちょ待って、ミルドラースからちょっとパワーアップしすぎじゃないかい？ね、ミルドラースからちょっとレベルアップし、ちょっと待って、エスタークさん？やべ、すいません、ミルドラースから強さのレベル上がりすぎて ?6500 おかしくない？帝王の怒りおかしくない？帝王の怒りおかしくない？ちょっと、避けろ！ちょっと待って待って、おかしい、それはおかしい、ね、それはおかしいって、ね、ちょっと待って、レジェンドの強さ補正をさ、レジェンドの強さ補正を振るうのやめてくれる？ちょっと待って、ちょっとそれはおかしい。おかしい。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。おかしいでしょ、君、それは。なんじゃそりゃ。え、なにそれ。一発、レジェンド補正をさ、つけたさ、赤面スタッフとかふざけてんじゃん。なんだよ、そのふざけた語。なんだよ、このゲーム。嘘。待って。ちょっと待って。いや、負け、いや、勝てるから。落ち着け。まだ勝てる。ちょっと待って。おい、嘘終わるんじゃねえか。ちょっと待って。え、嘘。落ち着け。さっきのは有名だ。いいね。さっきのは有名です。さっきの有名です。大丈夫です。さっきの有名でした。ね、今ね、ここで死ぬ、なんかちょっと今、時戻ったんで、あ、夢です。はい。夢です。うん。ちょっとね、さっきのはちょっとおかしいんで、ちょっとね、スタッフさんちょっとね、ちょっと今のはおかしいですよ。ちょっともう一度やってみろ。お前もう一度やってみ。ちょ、フルブリッジするの？嘘！ 1、2の3、はい、やか。あ、でもそこそこ聞いた。よし。とりあえず、落ち着け。いや、エスタークなんですよ。一人で勝てない相手ではね、新エスタークっていうのは、今まで僕もね、普通にね、動画内で何回倒してきたと思ってるんですか。そう、落ち着け。シャープ180を超えた男。俺はシャープ180のうちに新エスタークを何回倒した。そう、それの感覚を思い出せ。大丈夫。落ち着け。大丈夫だ。お、いいダメ出るね。よし。しばらくこれでいいか。ただ、6500っていう膨大な HP あるんで、正直6500っておかしくない？ 1P プレイで6500って相当だぞ。いや、これ地獄の時にね、誰かしら避けるとでかいっすよね。避けろ！いやー、ちょっと待って！ちょっと待ってって。ねえ、スタークさん。1500超えすんなよ、もう一度やってみるとは言った。確かにね、俺はね、今ね、もう一度やってみるとは言ったけど、そんなダメージを与えるとは言う。あー、もうダメ。もうダメ。嘘でしょ？おかしいっすね。おかしいっすね。ちょっと待って。お前、ちょっと待てって、お前。天使の歌とかないの？このゲーム。このゲーム、天使の歌とかないかな？ちょっと。もう気持ち負けてる気持ちが負けている。もうダメ。助けて誰か救世主、ここに来ない。パパ出てくんない。なんか勝った。
あれなんか勝った、なんか勝ったぞあれパパス、あれパパスが今力くれた。パパス見てて、こっから勝つ。パパス見てろ、こっから勝つ、こっから勝つぞ。いやパパスが言ってくれてる、勝てるぞ、勝てるぞティダと。いやパパス言ってくれてる、奇跡も魔法もあるんだよ、奇跡も魔法もあるんだよ。まだ諦めないよ俺は、諦めないよ俺は。このつばぜり勝ったのでかいよ。ワンチャン4ターン目瞑想とかする可能性あるよ。エスタークなら瞑想とかあるでしょ。ってことはそのあたりを引いてればワンチャンあるかもしれない。諦めないよ俺は。今までね、いろんなね夢見せてきたもんねいいよいけるよ。おい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 、避けろ避けろ、全員避けろなあもう神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。よっしゃ勝負じゃお前武闘家の神髄注文教えてやるわ負けフラグ立ってる負けフラグ立ってる。待ってこれさ、今思ったんだけどドラゴンオーブじゃなくて応援でよくね応援だったら避ければいいもんね。応援の方がいいか、もしかして応援で避ける可能性は十分にありえるから応援の方がいいか、もしかしたら。来たぞ、ドラゴンオーブ使って帝王の怒りか。どんぐらい食らうんだろう。主人公武闘家避けろ、にゃー、あでもこんなもんか。帝王の怒り280の3点はでかくないか。キスコは大丈夫、キスコは大丈夫だよ。うん、全然大丈夫じゃない全然大丈夫じゃない。さあ打点を取れるかどうかな。問題は打点は取れてる。さあいけキスコ、おら、いやーでもキスコでこんなもんか、キスコこんなもんか。いやこれ強すぎない今までのさレベルと違うんだよ。よしナイス、今までのレジンクエストとレベルが全然違う。なんだこれ、いいよキスコ、しっかり当てて、しっかり当てたら大丈夫だよ。つばぜり合いで勝つ、つばぜり合いで勝てればいい。やばいなこれ。帝王の撃誰、いや武闘会受けてくれないか。 30% ここでとりあえずやっとくしかない。だから同じことしてる、同じ展開。もうダメだこれ、ちょ嘘でしょ同じ展開、嫌なアベレージヒッターだな今日。最低を引いてんだけど、嘘でしょ。ですよねー、心当たりで避けるんじゃないか。いや、もう殺してくれ。なんだよ585って応援ワンチャンあるぞこれ。本当に応援するか、初手応援か。大丈夫かな、初手応援で、初手応援いきます。マックスでも、HP マックスでも、まあ、避けるっちゃ避けるんですよ。応援で。いくぜ、ドラゴンクロー、発令！オッケー、ナイス！さあ、サイコロちゃん頼みますよ。とりあえずしっかり当ててくれ。とりあえず当ててくれ、しっかり。オッケー！さあ、地獄の効果、応援の効果でなんとか、2体は受けてくれ！よし、キスコ受けるのでかい。でも結局結構食らったな。キスコが避ける。でも結局結構食らったな。ドラゴンオーブの時あんま変わんねえな。それか1ターン目放置2ターン目って手もあったか。とりあえずまあでも、比較的まだ被害は少ないよ。いいよいいよ。大丈夫大丈夫。とりあえず3ターン目のつばぜり合いに勝って、希望を持たないときついよ。あ、オフライセーフ！マンチャルか。これ待って、この流れ止めたくない。この流れは止めたくない。キスコ頼む、 お前は俺が信じた相棒だ。大丈夫だ大丈夫だ、落ち着け。6連撃いくぜ、最高じゃん。
アイス、お、ちょっと待って、この流れ止めんな、マジで止めんな。この流れはマジで止めちゃいかん。この流れめっちゃと一番止めちゃいかん。避けろ。にゃー、きついよ。きついよ。悪くない。よし、勝てる、勝てる、十分勝てる。よっしゃ、ワンチャル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 ぞ。6連撃、いいよ。いや、ここ、いやー、きついなー、きちい、きちいなー、発雷。どうする。ダメージは出た、とどめ圏内もいった。でもみんな動きすぎてるなこれ。いては高校いてはやっぱ結局一緒だぞ。大丈夫か、避けろ、頼む、避けろ、武闘家の回避図頼みます、避けろ。なーやー、もうやだ、このゲームやだ。はい、このゲーム嫌です、もうやめます、失踪します。これなら1ターン目は耐える。1ターン目は何回かこう戦ってる感じですけど、地獄の豪華か帝王の怒りなんですよ。で、炎と爆発、まあ電電竜ドラゴンとともどもね、まあそのあたりの体勢は持ってるはずなんで、さあ、ただ問題は6500の HP を削れるかなんですよね。さっきみたいに会心をボコスか出すような面中じゃないんですよ。地獄の豪華は大丈夫です。電電竜頼むぞ、お前。炎体勢見せてやれ、お前の。よし、悪くない。まあまあ、でも、主人公だいぶ食らったぞ。ヒップアタック、はい、あー、よいしょ、毎度。いや、こんなもんか。打点取れねえな。HP は、でも、これで 30% ぐらい減ったか。次のターン、このターンちょっと応援できます。ここ応援します。ここ応援して、とりあえず避けよう。ただ、避けても結局火力足んねえぞ、これ。3000削んないといけないんでしょ。で、どうせね、ドラゴンオーブ食らったところですよ。帝王の撃、ここ頼むぞ、応援頼む、応援頼む。避けなかったらやばい。よっしゃ、電子ナイス。ここ2200残るのはでかいよ。今までね、2ターン目で、死にかけ取ったっていう考えると、とりあえずここはでかい。これはでかいな。うん、いいよ、電子系、しっかり出てくれ。威力結構高いよ。よしよしよし。とりあえず、ここで、なんとか。主人公は一番打点出るな。よし、いけ。大丈夫。つばぜり連発。悪くない。このパーティー悪くないな。だから、ちょっと待って、もう。どうして、疲れてきてる、やばい、もう疲れてきてる、やばい、疲れてきてんだ、やばい、疲れてきてる、やばい。ですよね。大丈夫、これぐらいの疲れなんて余裕よ。このくらいの疲れは余裕や。つばぜりにいかに集中できるかどうか。17時間やり続けた男なんでね、いけないわけがないんだよ。17時間つばぜりはね、17時間 やりきってたんやね、本場と。よし、でかいね、それマジででかいな。
それマジででかい。いやー来たか。よし、まあこんなもんだな。オッケーオッケー、大丈夫。スペシャルカードも残ってるよ。スペシャルカードは残ってる。スペシャルカード残った状態。スパズレーだな。スパゼリー行くしかない。スパゼリーやよ。ちょっと集中力が嫌いとんねんな。天空の剣に勇気を込めて立ち向かう。なるほど、いける、いいぞ。よっしゃよっしゃ、よし、よかった。ダメージが取れてねえな。地獄の竜巻が1600でしょ。でも待て、落ち着け。で待て、でも戦いのダムしても、戦いのダム、いやいや無理だな。でも次のターン地獄の豪華な、分かってる。次のターン地獄の豪華でしょ。来ても来ても次は地獄の豪華。地獄の効果は見てる。地獄の効果なら耐えれる。なんだそのと、なんだ、このパターン、これはラッキー。ただ地獄の竜巻の可能性があるから何か使った方がいいな。次に応援だな。次ドラゴンオーブから応援。いや多分1500を削るんやったらドラゴンオーブでいい。スペシャルカード残ってるよね。ドラゴンオーブでいい。ドラゴンオーブ、ここはドラゴンオーブだ。アベレージ、アベレージみんな100。何来る、やばやばい。いやでもドラゴンオーブ攻め、よし頼む。あとは削ってくれ。耐えることはできた。あとは頼むぞお前ら、頼む。誰一人、いや外してもいい。削れ、頼むぞ。280、これくらい。280、まだまだ足りない。デンスケ頼むぞ。はい、デンスケ、デンスケ、せーの、はいはい、まで OK。 よっしゃ、いった、いった、多分いった、いった。落ち着け落ち着け、最後最後ちゃんとボタンを、 A ボタンを押す。ちゃんと A ボタン、時々間違えるから。SP を押して、ドラゴンオーブを押して、 ZR、 よし勝った勝ったやったそのパターン知らなかった。いやー、いてつく波動のパターン知らんだな。よくあった。いやー、もうよかった長かったなこの戦い。またちょっとね、でもね、範囲がちょっと合ってる。つばぜり合いがひどかった。俺つばぜり合いひどかったね。初めの3章の時のつばぜり合い見せてほしかったもん。なんでこんな今日ブレッブレですねもうなんか長いことのブランクは人をおかしくさせる。やったいったよかった、いけた、よっしゃ二度とやんな い, んないこいつヒット、もう B ランクじゃん。もう何をどうあがいても B ランクだよあ疲れたなんかこんな負けたレジェンクエスト初めてだわ。はい、というわけで
レジェンドクエスト5クリアすることできました。今までで一番苦戦しました。主に1戦2だけ。あの、今までさ、なんかさ、同地で負けるのがあったかもしれないけどさ、苦戦の仕方が違うんだよ。何回もこいつ抜けて。あの、ワンチャン、ワンチャン、その、モンスターマスターで耐えること可能だったんじゃないかなという説があるんですけど、もう意地ですよね、ツバゼリアに関しては。ちょっとツバゼリアちょっと、ひどいっすね、ちょっとブレブレっすね、なんか。なんか、あれは、なんかね、あの、言い訳すると、7秒式が、あの、あんまりね、安定してないんですよ。なんかね、一時なんか結構いけてたんですけど、なんか、統治記録ブレブレの、なって、最近ちょっとブレブレの方が多いんですよ。いやー、練習してもなかなかうまくならんのよね。これでいいんでしょうかね、シャープ180もやってんのに。はい、というわけで、レジェンドクエスト5、無事クリアすることができました。Sタンクが本当に強かったんで、次回、レジェンドクエストやるときは、嫌な予感がします。というわけで、お疲れ様でした。